おいこら、なんだよてめえらはやぶからぼうに。喧嘩を追ってんなら私が買ってやるぜ。かかってこいや。こっちもむしゃくしゃしてんだよ。てめえらどこのギルドのもんだ。ふっふっふん、問われて名乗るもおごぽごですが、みんな、リノちゃんは多分おこがましいがって言いたいの。それです、しずるお姉ちゃん。改めて問われて名乗るもおこがましいが、私たちは世界の謎を探求する秘密結社ラビリンス。あなたたちに恨みはありませんが、ちょっと介入させてもらいます。今そこのノエムを回収されてどっかに隔離されると困っちゃうので。リノちゃん、秘密結社なのに堂々と名乗るのはどうかと思う。さあ、頭突きは勘弁してください。お姉ちゃん痛いから。あと内緒にしとくべき私たちの目的をペラペラ喋るのもダメだ。さあ、いや、だから頭突きはやめて。勘弁してください。お姉ちゃん反省しましたから。リノはいい子になりましたから。なんなんだあのスチャラカな二人組は。ああ、ラビリンスだ。聞いたことがねえギルドだな。秘密結社とか言ってやがったけど。油断たい焼きです。お姉ちゃん援護しますので目標の確保を。ラジャー、でもたい焼きじゃなくてたい敵だと思うぞ。まっすぐ突っ込んできやがった。いい度胸じゃねえか。来いよ、受けて立ってやる。こちとらビーストだからってノウサギみたいに無抵抗で駆られてやるほどお利口さんじゃねえからな。お前たちは下がってろ、危ねえから。怠慢勝負だこんにゃろ。状況が混沌としてきましたね。主様、スズメ様、こちらへ。あれ、弟くんだ。よく会うね。もう女の子に守られてるなんて情けないぞ。すっとぼけたお返事、とっても弟くんっぽい。会えて嬉しいよ。あの方ともお知り合いなのですね、主様。なんというか、全世界の人類すべてと面識があるような勢いですね。ふふん、弟くんは特別な存在だからね。大いなる運命の流れの真ん中にいるの。そういう主人公っぽい子なんだ。だから仕方ないね。おっと、ごめんね。今回の目的は弟くんじゃないから。ごめんね、ワンちゃん。ワンちゃんも今はちょっと遠慮してほしいな。遊んであげてもよかったけど、また今度ね。こいつ、斬撃の勢いを利用してめちゃくちゃな距離を飛びやがった。言動はアホなのに意外と強えじゃん。面白えな、楽しくなってきちまったよ。待てこら、もっと遊ぼうぜ。だからワンワンと遊ぶのはまた今度ね。ハウ
スして。しつっこい女の子は嫌われちゃうぞ。懐いてくれるのはちょっと嬉しいけど、私の狙いはこっち。とりゃお姉ちゃんキック。え、僕ちょっと待って、一度にそんな何人も相手にできないって。僕はご覧の通りの頭脳労働専門で。うぎゃー。北斗、大丈夫か。あなた、この男の子と戦ってたんじゃないの？どうして心配するのかな。あ、お姉ちゃんピーンときた。さては恋だね。何を言ってるんだ、何なんだお前は。あなたならラビリンスって名前を聞いたら大体理解できるんじゃない。ま、お話は後でね。お姉ちゃんチョップ。ぬいみちゃん、首都を一発で混沌させた。なぜか異様に手際がいい。はい、ノエムを無事に確保。撤退に入るよ、リナちゃん、援護して。はいはい、女の子を泣かせる意地悪なお兄さんに教育的指導。ちょ、うわ、ちょ、待って待って、撃たないで。っていうか、ムイミちゃんを横からさらうのは勘弁して。その子を回収するのが僕の仕事なんだけど。ごめんなさいね、それって私たちの任務でもありますので。目的が同じならあとは早い者勝ち。文句を言われても困りますよ、のろまなカメさん。はい、到着。ただいま。お家に帰ろう、リナちゃん。了解です、お姉ちゃん。マスター、撤退するので他の連中が追ってこられないようにオブジェクトを変更して。な、うわ、何？あの二人組を隠すみたいに周りの樹木が歪んだり地面が隆起したりしてるよ。魔法？こんな魔法ちょっと聞いたことないけど。寄せないでくださいまし。大丈夫ですから。落ち着きましたから。ハグは勘弁してくださいまし。すみません主様、動転してしまいました。けれどこんなのはありえないのでございます。地形を変動させるなど神か悪魔にしか不可能なことです。私たちは今まさに神話に描かれるような奇跡のただ中に。おい、ごちゃごちゃ言ってる場合か。この辺は足場が脆い、崩れるぞ。早く避難しねえと、みんなまとめてお堕落だぜ。Thank you.
ちらビースト族のギルドガオンに王家直属のギルドナイトメアのクリスティーナが殴り込んできたんです。こんな応募許しまへん。次回プリンセスコネクトリライブ第2章レジーナゲッシュ、もう一度君とつながる物語、ミラクルマホリンクルリン。